三熊、重巡洋艦。三熊は、旧日本海軍の重巡洋艦で、最上型重巡洋艦、二等巡洋艦最上型の二番艦。軍艦三熊は、日本海軍が、三菱造船長崎造船所で1931年、昭和6年12月から1935年、昭和10年8月にかけて建造した、巡洋艦。艦名は、 大分県の北盆地を流れる三熊川、筑後川の一部による、館内神社は、大原八幡宮。建造時は15.5センチメートル3連装砲と5基、計15門を搭載した二等巡洋艦、計巡洋艦だったが、太平洋戦争前に主砲20センチメートル連装砲と5基、計10門に換装し、一等巡洋艦、十巡洋艦となった。 太平洋戦争開戦時、三熊は最上型4隻の第7戦隊、司令官、栗田武雄少将に所属し、南図海艦隊司令長官、小沢寺三郎中将、バキタル部隊指揮官の指揮下で南方作戦、マレー作戦、ライン作戦に参加。1942年、昭和17年3月1日のバタビア沖海戦や、4月のベンガル湾機動作戦で活躍した。 同年6月上旬のミッドウェイ作戦で、ミッドウェイ島砲撃作戦に従事中、6月5日夜に姉妹艦最上と衝突。同艦及び護衛の駆逐艦2隻、朝潮、荒潮と共に退却中、米軍機動部隊艦載機の攻撃を受け、6月7日に撃沈された。三熊は太平洋戦争で最初に失われた日本海軍の従順洋艦となった。艦名は、 海上自衛隊の護衛艦に継承された。日本海軍は艦令を重ねた旧式艦の大艦を建造することになり、軽巡の場合は、最初に四隻、立田、天竜、熊、玉追以下四隻、西条、鈴屋、三熊、熊野と置換することにした。軍艦三熊は1 9 3一年、昭和六年十二月二十四日、三菱造船長崎造船所、現、 三菱重工長崎造船所にて、計画排水量8636トン、水線全長190.5メートル、60合計15.5立方センチメートル、連装砲塔5機を備えた二等巡洋艦として機構。電気溶接を対応している。1932年、昭和7年8月1日、正式に、三熊と命名された。同日で姉妹艦、 最上や、駆逐艦三隻、初春、コピ、若葉、水雷艇二隻、千鳥、真鶴、夏島型不設艇夏島、イ68、イ168、イ69、イ六十九等も命名されている。各艦は、艦艇類別等級表に、類別、二等巡洋艦最上型、一等駆逐艦初春型、千鳥型水雷艇、一等潜水艦海大六型等が、 新設された。1934年、昭和9年5月31日、三熊は、与内三政佐世保鎮府長官や皇族、伏見宮広安王、軍令部総長、昭和天皇明代が見守る中で浸水する。三熊浸水式前日に、東郷平八郎元帥が死去したので、伏見宮は、予定を早めて帰京、東郷の葬儀に参列した。 6月1日、日本海軍は、吉田伊佐を交代さ、当時第七駆逐隊、明けぼの、おぼろ、指令を、三熊偽装委員長に任命する。6月14日、偽装委員事務所を設置。翌年5月末の完成を目指して、偽装工事が行われていたが、藤本菊夫少将が設計した、千鳥型水雷艇ともつるが転覆するともつる事件が発生し、 藤本の設計による最上型に東巡洋艦の工事も急遽中断された。最上を調査したところ船体推進軸付近や内部構造に破損が見つかり、三熊も補強工事を行う。7月4日、三熊偽装委員長と軽巡洋艦川内艦長を入れ替える人事が行われる吉田大佐は川内艦長へ。川内艦長鈴木田構造大佐が 三熊偽装院長へ。なお、吉田大佐は十一月二十日より、最上型三番艦鈴谷偽装院長に任命された。三熊は九百三十五年、昭和十年八月二十九日に就役。初代の幹部は、鈴、木田構造大佐、艦長、松田平明中佐、副長、高橋三次少佐、運用長、中島民部少佐、砲術長、小原直少佐、 公会長、増本金目少佐、水来長、高内和義少佐、通信長、佐々山達夫機関中佐、機関長、古川金吉主計少佐、主計長、同日府で偽装院事務所を撤去。この時点で、基準排水量は1万トンを超えていたが、対外的には8600トン公表のままだった。春行した三熊は、第4艦隊に編入されたが、 一ヶ月後の九月二十六日、三陸沖にて第四艦隊事件に遭遇した。十一月十五日、三熊は第二予備艦に指定。鈴木殿三熊艦長は従順洋艦あたご艦長に捕食。武田森次大佐、当時従順絹笠艦長が三熊艦長として着任する。三熊は十一月三十日より、呉れ交渉に入居、修理や調整を行う。 1936年、昭和11年2月5日に出居、4月1日より第3予備官となる。12月1日、武田大佐、三熊官長は、十,十二洋艦足柄官長へ転任、岩越艦期大佐が三熊官長に任命される。1937年、昭和12年5月7日から10月31日にかけて、呉れ校に入居。 12月1日、最上型巡洋艦からなる、新鋭の第7戦隊が編成され、日本海軍は、沢本頼夫少将、当時、海軍管制本部総務部長を第7、戦隊司令官に任命する。同日府で、岩越大佐、三熊艦長は、従巡洋艦那智艦長へ転任。入選、直三郎大佐、当時、海軍法術学校教頭が、三熊艦長となる。 1938年、昭和13年11月15日、入選大佐、三隈艦長は、海軍艦政本部総務部、第二課長へ転任。練習戦艦比叡艦長、平岡久米一大佐は、比叡艦長と三隈艦長の兼務を命じられた。12月15日府で第七戦隊司令官、沢本頼尾中将は、軍令部出資となり、海軍省人事局長、 清水照美少将が公認の七戦隊司令官に捕食。同日府で平岡大佐、比叡艦長の艦長兼務は三熊から戦艦日向に変更。平岡の職務は比叡艦長、日向艦長兼務。安倍高層大佐、当時、慶準天竜艦長が三熊艦長に任命された。1939年、昭和14年5月20日。 第七戦隊司令官、清水照美少将は、第六戦隊、とね、千曲司令官へ転任。第七戦隊の残務処理は、第六戦隊司令部で行われる。本会は、第三予備官に指定された。7月20日、安倍大佐、三熊艦長は、従順明光艦長へ転任。姉妹艦鈴谷艦,艦長、久保久次大佐が、鈴谷艦長と三熊艦長を兼務する。七月十四日、で、 当時の三熊法術長、千垣健吉少佐。後日、空母費用沈没時副長は、上海海軍特別陸戦隊へ転任。後任の三熊法術長は、田代各少佐となる、太平洋戦争開戦時、大本営海軍報道部所属。同年11月15日、三河軍一少将、当時、軍令部、第二部長が第七戦隊司令官に任命される。 第七戦隊機関は、熊野に指定された。同日府で、久保九次大佐、鈴谷三熊艦長兼務は、空母加賀艦長及び戦艦霧島艦長の兼務を命じられる。そのため、高柳忠八大佐、当時、海軍法術学校教頭が、鈴谷艦長に、木村進大佐、当時、横須賀海軍交渉公開実験部長が、三熊艦長に、 小西かなめ中佐、当時、潜水母艦早くじら副長が、三熊副長に、それぞれ任命された。本艦は、特別駅務艦となり、主砲乾燥工事に取りかかる。12月30日、5期の1 5 5トル三連装砲塔を、他の日本軍従順洋艦と、共通する五十後継、三年式 20cm 法、2 0 3トル。 連装砲等五機に換装する。15.5センチメートル砲は、洋兵側からの評価が高く、後に砲塔のみ心臓して、大和型戦艦の副砲や、軽巡大淀どの手砲に流用している。1940年、昭和15年5月1日、工事を終えた三熊は、第七戦隊に復帰。10月19日、三熊副長、小西かなめ中佐は、 第21水雷隊司令へ転任。海戦時の第7駆逐隊司令。第9駆逐隊司令。阿武熊艦長を経て、空母運流艦長、山岡昭一中佐。当時、京淳玉副長が、三熊副長となる。11月1日、三河組一少将。第7戦隊司令官は混合型戦艦で、編成された第3戦隊司令官へ転任。三河の後任として、 第四水雷戦隊司令官、栗田武雄少将が第七戦隊司令官に任命される。同日府で、三熊艦長は、木村進大佐から先山捨夫大佐。当時、慶淳阿武熊艦長に交代した、木村は、戦艦春名艦長に補職。1941年、昭和16年8月11日、山岡、三熊副長は、戦艦混合副長へ転任。 高島秀夫中佐、当時、慶順阿武熊副長が、公認の三熊副長となる。太平洋戦争、大東亜戦争初戦において、最上型四隻、熊野、鈴屋、三熊、最上は、第七戦隊、司令官、栗田武雄少将、機関、熊野を編成し、南方作戦に投入された。第戦隊は、マレー作戦やランイン作戦に従事し、 戦団護衛や上陸支援を行う。1942年昭和17年3月1日のバタビア沖海戦において第7戦隊第2小隊三熊最上及び同行駆逐艦式並第19駆逐隊は海戦後半になり戦場へ到着。先山三熊艦長は我今より敵に止めを刺すと宣言。共同で アメリカの従順ヒューストンとオーストラリアの軽ンパースを撃沈した。この戦火に対し、連合艦隊司令長官山本五十六大将は後日感情を授与した。続いて正規した正論置き海戦ベンガル湾通商破壊作戦では、マレー部大使機関、小沢寺三郎中将、機関長会の指揮下、北方隊、熊野、鈴谷、白雲、中央隊、鳥海、 龍城、ゆら、ゆうぎり、ぎり、南方隊、三熊、西城、天まぎりという部隊編成で通称破壊作戦に従事する。本艦を含む南方隊は昇船約十隻撃沈を記録した。内地帰島後の5月1日、栗田少将、第7戦隊司令官は海軍中将に昇進する。整備後5月中旬に内海西部へ移動、訓練に従事した。 1942年、昭和17年6月上旬に正規したミッドウェー海戦で、三熊は、近藤信武中将を指揮する、第2艦隊、第7戦隊3番艦として参加し、第7戦隊司令官、栗田武雄中将を指揮官とする支援隊、輸送戦団 A 艦隊、第七戦隊、第一小隊、熊野、鈴谷第二小隊、三熊、斎場、第八駆逐隊、 司令オ川、むしろ機中佐、あさしお、あらしお、きゅ日英丸、として行動し、攻略部隊本隊、第二艦隊機関とは別行動を取った。5月26日、支援隊は、グアム島に到着、本来は、サイパン島進出予定。給油艦2二隻、日英丸、アケボノぼは、第16駆逐隊、た風、天津風に護衛され、サイパン島に進出した。 5月28日夕刻、支援隊は、グアム島を出港。29日に、ミッドウェイ島占領部隊、輸送船団、第二水雷船隊と合流し、作戦海域へ向かう。写真からは一番砲塔の天外に日の丸を描いていたのが確認できる。だが30日夜に支援隊は船団を見失い、別行動を取った。輸送船団、護衛部隊指揮官、田中雷造少将。 第2水雷戦隊司令官が潜水艦回避のために予定航路を変更したこともあるが、栗田支援隊指揮官は輸送船団の位置を確認しようとせず、また6月4日に船団位置判明後も合流する努力を失った。日本時間6月5日午前7時25分マイナス30分、南雲忠和中将指揮する南雲機動部隊の主力空母3隻赤城、 かが、総流は、レーモンド・スプルーアンス少将を率いるアメリカ軍第16任務部隊と、第17任務部隊のソラ・ヨークタウン、アセス・ヨークタウン、CV-5、空母・エンタープライズ、アセス・エンタープライズ、CV-6、空母・ホーネット、アセス・ホーネッツ、CV-8 関西一機の攻撃で、致命傷を負った。この時点で、日本軍は、 試作水星爆撃機の偵察結果やアメリカ軍、搭乗イン捕虜の尋問結果から、アメリカ軍戦力の正確な情報を得た。主体の連合艦隊司令部、山本五十六司令長官、宇垣、き、まとい参長、黒島亀と三謀党、戦艦山戸座城中は、日本軍三空母悲願時点で健在だった、空母飛流、第二航空戦隊司令官、山口多門少将の攻撃で、 米空母に損害を与えた後夜戦に持ち込めば、勝ちの望みありと判断する。機関、赤城から脱出後、軽巡洋艦長領、第10戦隊機関に移乗していた、名雲司令部、名雲中将、草加龍之助参謀長も、連合艦隊司令部と同じ認識を持っていた。ここで、ミッドウェー島飛行場が問題となった。ハワイから、増援航空兵力が、 ミッドウェイ基地飛行場に飛来し、同等基地飛行隊とアメリカ軍機動部隊により日本軍艦隊が挟み撃ちにされる可能性がじたのである。宇垣三参謀長は名雲艦隊にミッドウェイに対する成果、特に敵機が明星同基地を使用しうるかにつき、報告ありたしと紹介するが、名雲司令部からの返答はなかった。黒島亀と参謀たちは夜間のうちに第二艦隊、 近藤艦隊の巡洋艦部隊でミッドウェイ島を砲撃することを提案し、宇垣、き、まと参謀長は最初反対したが最終的に同意した。日本時間午前10時10分、山本長官は連合艦隊伝令作第156号攻略部隊は一部の兵力をもって今夜 AF 陸上航空基地砲撃破壊すべし、AF 英王攻略は一時延期すと発令する。三空母炎上及び山本長官の命令を受けた前身部隊指揮官近藤信武中将第二艦隊司令長官は栗田武雄中将の支援部隊第七戦隊熊野鈴谷、三熊西条、第八駆逐隊荒尾、浅潮に対し6月6日夜明け前のミッドウェイ等進出と砲撃を命じた。 近藤中将第二艦隊司令部は栗田少将の第七戦隊が予定通り水上艦艇部隊の中で最も前方に進出しておりミッドウェイ島に近い距離にいると考えていたが実際にはかなり後方に離れていた近藤の予想位置より80回り以上遅れていたという鈴木昭近中佐七戦隊出席参謀は 連合艦隊は空母をやられてちまよったかと発言し、山内正樹、最上公会長は、応募という表現を使っている。近藤中将は、第七戦隊からの報告で、同戦隊の正確な位置情報、あたごの間みがみ120回り、上陸戦団のはるか後方を入手し、中島近高、第2艦隊通信参謀は、いつもながら困った戦隊であると述べている。第七戦隊が、 夜明けまでに、ミッドウェイ島に到着するのは困難と判断した。近藤は、暗に連合艦隊に砲撃中止を求めたが、連合艦隊司令部は特に対策を講じず、返信もなかった。逆に、ミッドウェイ島航空基地制圧を機として、第7戦隊と、1 6 8潜水艦に、基地砲撃命令を出している。講述。支援隊、第7戦隊、第8駆逐隊は、 攻略部隊本隊、第二艦隊に合流するため、震度35度、速力28ノットで航行していた。第二艦隊からの砲撃命令を受け、支援隊はミッドウェイ島へ向かって30ノットという最大戦速で難進した。栗田指揮官は第七戦隊の従順洋艦の突進について行けない、第八駆逐隊、嵐サシ潮を分離。同時刻、後に、 空母ヨークタウンを撃沈する潜水艦、E168 も、午後5時30分に、E168 は午後11時まで、ミッドウェイ、イースタン島敵航空基地を砲撃すべし。2300以後は、第7戦隊トスという連合艦隊命令を受信している、伝令作、第159号、22時24分に、同等砲撃を完工。この間第航空戦隊司令官 山口多門少将率いる空母飛竜は、米空母ヨークタウンに2波の攻撃隊を送り込んで、撃破、航行不能としたが、飛竜もまた、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃により被弾し、炎上した。空母2隻、加賀、総竜は、すでに沈没し、南雲機動部隊の残存空母2隻、赤木、飛竜も沈没は時間の問題だった。日本時間午後9時15分。 山本長官は GF 機密第303番電で第7戦隊を含む攻略部隊第2艦隊、ナグモ機動部隊は連合艦隊主力部隊に合同せよと命じた。事実上のミッドウェイ島砲撃中止命令である。攻略部隊各部隊は連合艦隊主力部隊と合流すべく反転した。支援隊の場合、ミッドウェイ島砲撃可能距離まであと2時間ほどだった。 日本時間午後11時55分、山本長官は GF 伝令作第161号で明確にミッドウェイ攻略作戦の中止と各艦隊の撤退を命じた。7戦隊の空気は一般的にはやれやれというものだったという。第7戦隊は進路を北北西にとり28ノットで連合艦隊主体との合流地点へ急いだ。陣形は 機関熊野を先頭に、鈴谷三熊最上と続く一列十列、単十人、各艦距離800メートルである。第七戦隊の反転から約1時間20分後、アメリカの潜水艦、タンバー、アセスタンバー、SS-198 が、数隻の艦隊を発見し、位置情報を打電した。直後、タンバーは、日本艦隊が接近したため急速潜行を行う。 同時刻、第七戦隊も右45度前方5000メートルにタンバーを発見し、機関熊野は、信号灯による左緊急45度一斉回答、赤赤を命じた。すると、岡本伊佐夫、少佐、熊野当直参謀が、左45度一回だけでは、回避度が足りないと判断し、無線電話で、追加の緊急左45度一斉回答を命じた。このため、 命令元の熊野、後続二番艦、鈴谷、艦長、鈴木正富大佐含め、左緊急回答が一回だけか、二回行うのか、判断に困って混乱する。戦闘艦、熊野は左90度回答を実施した。二番艦、鈴谷は45度回答したところ、戦闘艦、熊野と衝突コースに入り、鈴谷はとっさに、重かじ30度に転じて、 熊の管理を交わしたが、単純人形から、右方向に弾き出された。3番間、三熊は2番間、鈴屋が、右方向に去ったことに気づかず、左に曲がる1番間、熊野を2番間、鈴屋と思い込んでいた。衝突の危険を感じてさらに左に舵を切った。最後尾4番間、最上は2番間、鈴屋の離脱に気づかず、加えて1番間、熊野を3番間、 三熊と公認した。左四十五度一回、左二十五度一回に変身した後、右四十五度をもかじに転じて、三熊に続行しようとしたが、これが一番艦、熊野だった。最上は、戦闘艦、熊野との距離を縮めようとしたが、右から迫る三熊には全く気づいていなかった。福田と次郎、中佐、最上副長が前方を横切る三番艦、三熊に気づき、素地。 大佐、最上艦長が取り舵を命じた時には手遅れだった。28ノットで進む4番艦、最上は3番艦、三熊の左舷中央部に衝突する。両艦のほとんどの兵が衝突ではなくひかみなりと感じたほどの衝撃であった。最上は左方向に艦首が潰れ、浸水もひどく低速前進しかできなくなった。三熊は環境から煙突のもとに、 長さ20メートル、幅2メートルの破高が生じて、電信室で消火剤が発生。戦士数名、浸水による、左減傾斜4度。だが、傾斜は右減への注水で回復し、火災も消火に成功した。だが左減燃料タンクが損傷し、油の尾を引くようになる。第7戦隊司令官、栗田武雄少将は、連合艦隊司令部、ヤマトに対し、 2330右45度に、浮上中の敵戦を任命緊急回避中4番艦、最上発その監視をもって3番艦、三熊に衝突、最上前進の見込み率たず三熊首相なし地点、最上援護中と報告し、第2小隊、三熊、最上に、南西方向の日本軍拠点トラック島白地へ、退避するよう命じる。その後、栗田は、第七戦隊第一章隊、 熊野、鈴谷を率いて、主力部隊に行動すべく、北西に進路を取った。戦士総書では、栗田司令官は、この二冠、三熊、最上を見捨てたと表現している。さらに、栗田司令官は、自己地点がミッドウェイ島から約100回離で、翌朝の空襲は必須であり、現場に留まれば、現在の二隻、熊野、鈴谷ごと全滅が予想されるので、 せめて健在二席だけでも被体させるのが有利であると判断した。と記述している。この後、第七戦隊は上級部隊に一切報告を入れず沈黙し、8日になってからようやく近藤艦隊と合流。中島第二艦隊参謀は栗田司令官と参謀たちを再びどうも困った部隊であると評している。宇垣まとい連合艦隊参謀長は、 第七戦隊を二手に分けるより、戦隊全艦で最上を護衛した方が良かったのではないかと指摘する。だが強い批判ではなく、その後も栗田が検疫されるようなことにはならなかった。この時点での被害は、三熊より艦首を喪失した最上の方がひどく、最大発揮速力は14から16ノット程度だった。第一小隊、熊野、鈴谷が去ったため、 ミッドウェイ島から距離120回里地点で、三マ艦長は関、三サシオ浅ラシ嵐を指揮し,し、退避行動に移る。一方で、浮上や潜水を繰り返していた、タンバーは、敵味方不明の多数の艦、ミッドウェイより89マイルを、報告、さらに第二小隊ミ三マ最上を確認したが、最終的に振り切られている。スプルーアンス少将は、 息子が上官する、タンバーから第七戦隊発見の報告を受けると、アメリカ軍機動部隊を率いて南下した。6月6日午前6時30分、三熊は、アメリカ軍のプビー、カタリナ飛行艇を発見し、空襲があると判断した乗組員たちの間には、悲壮な空気が漂い始めた。カタリナは、二隻の戦艦の艦尾に、油の鉱石が見えると報告。 これを受けて B-17 重爆発機が攻撃に向かった。また、フレミング対引き入る急降下爆撃機、SB-2U ビンジゲーター6機、テイラー対引き入る急降下爆撃機、SBD ドーントレス6機がミッドウェイトを発進し、日本軍の戦艦2隻を仕留めに向かった。午前8時40分、アメリカ軍機は攻撃を開始、スペ大使機関のフレミング対は、 海空砲火で、被弾炎上し、三マの四番砲塔に体当たりしたとされる。だが、日本側、最上乗り区ミ三マ生存者階層は、体当たりや重大な損害はなかったとする。アメリカ軍海兵隊は、フレミング隊は、三マに直撃弾を与えたものの、被弾して海中に突入したと記録している。フレミング隊は勇敢な行動により、メダルオブオーナー。 名誉勲章を死後授与された。続いて B-17 爆撃機発機が水平爆撃を行い、試金弾3発、命中弾2発を主張した。もっとも最上で2名が戦死したが、命中弾はなかった。三熊は深刻な被害を受けたとする解釈もあるが、実際は不明である。三熊乗組員も、同日は大きな被害なかったと回想している。 第2艦隊 A の報告では、両艦とも、被害なし。スプルーアンス少将は、戦艦2隻、及び炎上中の空母1隻、従十二洋艦3隻未湯、行位324度、距離240回り、深度310度、速力12ノットという報告を受け、ナグモ機動部隊を追撃し、相当することを決意した。1942年、 昭和17年6月7日午前5時、第7戦隊、第2小隊、三熊、斎場は、第8駆逐隊、荒潮、浅潮と合流。最上監視損傷のため、4隻、三熊、最上荒潮、浅潮は、速力14ノット程度で西方への退避を続けた。同時刻、ホーネットの索敵機は、空母1隻、駆逐艦5隻発見を報告し、 続いて、さらに戦艦一隻、従順洋艦一隻、駆逐艦三隻ミュート、報告、また別の策的機も、従順洋艦二隻、駆逐艦三隻の発見を報告した。スプルーアンス少将は、ラグモ機動部隊にとどめを刺すべく、ホーネット、アセスホーネッツ、CV-8 に攻撃を命じた。直ちに回4回、ワイルドキャット発揮、SB リードーントレス26機が発進する。 続いて午前10時45分、エンタープライズから、ワイルドキャット12機、ドーントレス31機、艦船12、艦爆31、艦航3とも、が発信した。ミクマは、日本時間3時30分前後に、アメリカ軍作的機に、SBD ドーントレスを発見し、爆撃を受けた。エンタープライズ所属機とされる。 米空母機動部隊の追撃と空襲は必須となった。日本時間午前6時45分、三熊は、被弾一発を報告。三熊は、日本時間午前8時に、敵推定2機直接、付近に水上艦艇、あるものの女子和が敵空母水上艦艇の上を受けつつ、10ケつツアリより、米基島に、降付地点、米基30度710海里と発信した。午前8時25分、 最上は、敵兵力の空母1、巡洋艦2程度と任務と発信する。連合艦隊司令部、山本長官、宇垣三参謀長は、近藤の武中将の第二艦隊に救援命令を出すとともに、アメリカ軍機動部隊の戦力を空母1から2、特空母2隻程度と推測し、ウェイク島の航空機行動圏内に引き込んで決戦を挑むしかないと判断した。 近藤中将は、攻略部隊主体は、敵空母部隊を補足撃滅して、三熊、最上を救援戦とすと、山本五十六連合艦隊司令長官に連絡すると、第二艦隊兵力を引いて七戦隊、第二小隊、三熊、最上の救援に向かった。だが、駆逐艦の燃料の関係から二重ノットが限界であったという。近藤中将は部下達に、 空母随砲、第二艦隊の航空兵力と巡洋艦が搭載する水上偵察機部隊を用いて全力攻撃をかける覚悟を示している。特攻を検討したと証言する随砲搭乗員もいる。第一波攻撃時、三熊、最上とも、被弾一発で、被害は警備だった。専任指揮官、三熊艦長は、最上に第八駆逐隊、朝日潮、 荒潮の護衛をつけると三隻を残し、三熊は、ウェイク島日本軍基地から発進する一式、陸上攻撃機の飛行圏内に向かって、単艦で退避行動を開始した。ソニーショー賞、最上艦長や山内正樹、最上航海長は、三熊の行動を理解しつつ、離れていく三熊を戦望の思いで見つめていた。エンタープライズの報告書によれば、6月7日は、 穏やかな天候で、少し低いところに雲がかかっていた。冷式艦上戦闘機がいないため、アメリカ軍攻撃隊は余裕を持って、空襲を行うことができた。午前7時、コーネットの攻撃隊、ドーントレス一機喪失は、霧島急戦艦一隻に5 0 0ラム爆弾2発と2 5 0ラム爆弾1発の命中を主張し、2隻、最上、荒潮にも、 爆弾命中を主張する。最上は、後部砲塔に、深刻な損害を受け、艦中央部で火災が発生し、酸素魚雷を緊急投棄した。最上の撃沈を確信したアメリカ軍機は、三熊に目標を変更した。当時、三熊はすでに三隻、最上、浅潮、荒潮から分離し、単管航行中だった。 エンタープライズの攻撃隊は28ノットで西に進む戦艦とアタゴ型重巡洋艦を発見、攻撃を開始した。エンタープライズ隊は1000ポンド爆弾5発、命中2発資金弾を主張し、さらにワイルドキャット戦闘機が 12.7mm 機銃を撃ち込んだ。午前11時の段階でミクマは環境から艦中央部にかけて集中的に被弾し、 機銃砲座の弾薬が炸裂して火災が発生。三熊大爆発見込みなし、浅潮を1058報告という状態になった。最後に、ホーネットから発信した第二波攻撃隊、ドーントレス23機は、重巡一隻、三熊に爆弾一発、軽二洋艦一隻、最上に爆弾六発の命中を主張した。ホーネットの第二波攻撃隊は、 三隈の三番砲塔に一発を命中させ、破片が環境の天外から頭を出していた、崎山捨てを大佐、三隈艦長に重傷を負わせた。さらに爆弾が右舷機械室と左舷後部機械室を直撃し、三隈は高校不能となった。艦の指揮を継承した高島秀夫、中佐、三隈副長は部下に脱出のためのいかだを作らせた。 また空襲下4隻全体の指揮は措置。最上艦長が継承。最上は12時25分に敵を我が主力の報告に誘致する直行動進路270度速力20節を発進。この時、日本艦隊攻撃に向かった B-17 爆撃記録機は、米潜水艦のグレーリング、アセスグレーリング、SS-209 を誤爆し、 巡洋艦一石撃沈を報告している。乗組員が20発飛弾と推定するほど多数の爆弾を被爆した三熊は火災により搭載する酸素魚雷が誘爆致命傷となった。浅潮の乗組員によれば三熊中央部で飛弾誘爆による大火災が発生したの煙突にも直撃弾があって白煙が噴出し完全に停止したという高島秀夫 三熊副長は、総員大挙を命じ、高島副長自身は、爆弾の直撃で戦死した。水平線の向こうから、駆逐艦、第八駆逐隊が現れて接近すると、三熊乗組員は歓声を上げて、嵐を迎えたという。接限した嵐をは、多数の三熊乗組員を救助したが、その最中に米軍機の攻撃を受け、後部砲塔に命中した爆弾により戦死者が、 続出する。さらに、アメリカ軍機は海面を漂う三熊乗組員に対し、必要な機銃操作を繰り返す。アナシオは240名ほどを救助した段階で、退避を余儀なくされ、人力操打で三熊から離れた。アサシオは、内科艇やカッターボートを下ろして、海面を漂流する三熊乗組員の救助に当たったが、アメリカ軍機の攻撃で被弾、戦死者22名。 重症者35名を出した。遠ざかる三熊に、なお爆弾が命中したのが目撃されている。しばらくして、エンタープライズから、ドーントレス2機が発進し、戦火の確認に向かった。廃墟となった、三熊の周囲を飛行しながら写真を撮影。三熊は左舷に傾斜し、右舷からは、煙登場機がたなびき、主砲は別々の方向を向いて、完全に沈黙していた。 ある観光電子院研機銃士は、三熊を、屑鉄とガラクタで、一杯の巨大なバスタブと表している。太陽が、沈みアメリカ軍機空襲の危険が去ると、朝潮は、三熊の処分と脱出者の救援に向かった。空襲を受けた海域に戻った朝潮は、官営を、発見できず、三熊所在海面にいたりしも、官営を認めず、付近捜索すれども空しと報告する。 これを受けて最上は、三熊所在海面に至るも、官営を見ず、確認したる者なきも沈没せる、三段大なりと任務。我とりあえず重傷者を収容、成功を続行すと連合艦隊に報告し、第二艦隊との合流を急いだ。アメリカ軍も、三熊の沈没の瞬間を目撃していない。石川健一、三熊機関下によれば、 日没直前に沈下を早めた後、左限に転覆し、沈没した。6月8日午前中、第二艦隊、攻略部隊本隊は、三熊の生存者を乗せた三隻、最上、荒を、浅潮を収容。生存者、三熊艦長を含むは、第二艦隊に合流したばかりの、第七戦隊第一小隊、熊の鈴谷に移乗した。三熊艦長は、鈴谷移常後に死亡。 栗田提督、第七戦隊司令官は第二招待三熊最上の苦境についてそんな状況だったのには気づかなかったと戦後、改装している。また三熊沈没に関し本艦の行動及び功績認定をめぐって様々な意見があった。三熊の最後を聞いた連合艦第三傍聴宇垣きとい少将は陣中日記戦争録に以下のように記述した。 6月9日、アメリカの潜水艦、トラウト、アセストラウト、SS-202 が漂流する、9名イカダから2名のミクマ乗組員を救助した。当初19名がイカダに乗っていたが、最終的に2名だけになってしまったという。8月10日、ミッドウェー海戦で喪失した3隻、ミクマ、ソ香川、海軍から除籍された。12月8日、 山本五十六連合艦隊司令長官は、渡部青木海戦における三隻、最上、三熊、四季並みの活躍に感情を与えた。同月、崎山艦長の葬儀を横須賀陳寿府で行う。1943年、昭和18年7月13日府で、ミッドウェイ海戦で戦死した山口多門少将、北海軍中将及び各艦戦死者、 加賀官長、岡田自作大佐、比留官長、各留大佐、総流官長、柳本隆作大佐、三熊官長、崎山ステオ大佐、高島秀夫中佐たちは、それぞれ昇進した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。